えー、仕事ゲーム兼用でゲーミングの、そういえばあの、僕のあの元上司、あの僕赤羽に住んでたんですけど、であの赤羽の会社に週1回顔を出すっていうあの仕事をしてたことがあって、で、そこの上司が今、アムステルダムに住んでて、で、アムステルダムのあの、なんか駅前でラーメンやってるんですよね、ラーメンキングダムっていうラーメン屋なんですけど、 で、そこが、あの、従業員募集をしてて、まあ、あの、ワーキングホリデーで、日本人の方、このラーメン屋で働きませんですかってやつで、まあ、その、あの、福利厚生とか書いてあるんですけど、その福利厚生の中に、タイマーありって書いてあってて、まあ、あの、勤務中はタイマーすいませんって書いてあるんだけど、まあ、あの、福利厚生の中にタイマーがあるらしいので、あの、ま、いいか悪いか分かんないですけど、まあ、あの、オランダらしいなと思いました。はい。それで上司が榎本さんって言うんですけど、まあ、榎本さんらしいなと思いました。はい。